伊藤双葉は日本のクライマー。専門はスポーツクライミング。2002年4月25日、岩手県盛岡市出身。盛岡市立松園中学校、盛岡中央高等学校卒業。父がスポーツクライミングを趣味にしていたことから、自身も小学校3年からクライミングを始める。競技を始めて間もなく、 一発で15メートルも登ってしまい、トーラを驚かせるなど、早いうちから添付の差異を発揮したという。2014年から公式競技会に出場するようになり、第17回 JOC、ジュニアオリンピックカップ大会のリード競技のアンダーユースビーで2位入賞を果たす。2015年は、クライミング、日本ユース選手権リード競技、全日本クライミングユース選手権ボルダリング、 競技大会の2大会を制覇した。また同年には、国際スポーツクライミング連盟公式大会である、アイフスククライミングアジアユース選手権では、日本代表選手として、女子ユース C 部門に出場してリードボルダリングの西種を制覇した。2016年は全日本クライミング日本選手権リード競技大会に出場、女子のシニアの部で3位に入り、ユース B の部で優勝。 さらに、同年11月のアイフスク世界ユース選手権に、日本代表選手として出場し、ボルダリング女子ユース B で2位に入った。2017年1月に開催された、スポーツクライミング第12回ボルダリングジャパンカップに、出場、女子の部で、日本の第一人者である、野口啓大、野中聖萌えらを抑えて優勝した。なお、伊藤の14歳9ヶ月でのジャパンカップ優勝は、 1> 第1回大会に、野口が16歳3ヶ月で優勝した時の最年少記録を更新するものでもあった。2018年から最年少の日本代表として W 杯に参戦。6位入賞した。第15回ボルダリングジャパンカップ2020年2月8から9日。第2回スピードジャパンカップ2020年2月11日。ありがとうございます。